プレミアムビールとうまいもの祭り2024春はビールやハイボールなど様々なお酒とつくば市を中心としたグルメが楽しめるイベントです。毎年多くの来場者が訪れる大人気イベントで、昨年からゴールデンウィークとシルバーウィークの年2回開催になりました。今年のゴールデンウィークは4月26日金曜日から5月5日日曜日の10日間開かれました。やはり皆さんに楽しんでいただくことが一番ですので、地域経済の活性化ということも含めて、ご来場した皆さんに楽しんでいただくことが一番の目的かと思います。今回でもう足掛けで10年目になりましたので、プレミアムビールとうまいもの祭りということで、皆さんにこのセンター広場、つくばセンター広場を使っていただくということと、まずここに来て美味しいビールを飲みながら美味しいグルメを食べていただいて、まずこの場所を知っていただく、楽しんでいただくということも大事かと思っております。飲み物はビール5種類、ハイボールなどを含めると12種類から13種類、グルメはケバブや唐揚げなど14店舗が集結しました。さまざまなビールやグルメの中で特に一押しだというのがこちらの黒ビール。県内での取り扱いはここだけで、こちらのイベントでしか味わえない一品です。はい、黒ビールになります。お気をつけて、ありがとうございます。そして会場でひときわ目を引くものがありました。やっぱりグループの方で来ていただくと3名様、4名様ということで、大きいタワーピッチャーということで、3リットル、下は小さいのが 1.3 リットル、3リットル、上は今回から新商品で10リットル、はい、10リットルのタワーピッチャーですと、もうやっぱり38杯以上出ますので、10名様以上で、ぜひお飲みください。取材に訪れた日は平日でしたが、美味しいビールやグルメを楽しむ来場者の姿が多く見られました。いろんな美味しいものが食べられていいですね。毎年もう並んで買えないぐらい売り切れ続出みたいなのは見てるんで、あえて平日に。もうね、最高ですよ。これはこれ最高、最高ですよね。これ最高。グルメもね、最高。これ食べてな、うん、やばい、おいしい。イベント自体も長くなってきましたので、常連様というのもおかしいんですが、いつも来ていただく方が増えてまいりました。その中でやっぱり毎年開催してくれてありがとうとか、期間をぜひ長くやってくださいという声は多いので、そういうお声をぜひ我々励みにしまして、これからも続けていければと思っております。うまいもんフェスタ最高。